レアルソシエダでの久保建英の破壊的なフォームは羨ましい。5ゴール、2アシスト、絶対的なポゼッションを誇り、チャンピオンズリーグでも好成績を収め、インテル・ミラノ、ザルツブルク、ベンフィカと同じグループ内で首位に立っている。そして、日本のサッカー選手はスペインのマスコミから、アジアの誇りとして表彰されました。彼はまた、ジュード・ベリンガムやキリアン・ムバペのようなスーパースターが輝くであろうレアル・マドリードの 3.0、銀河系の潜在的なターゲットにもなりつつある。久保はその巧みな個人テクニックによりルカ・モドリッチの後継者とも考えられており、最近レアル・マドリードでアンチェロッティに冷遇されたルカの後継者としてふさわしいだろう。竹久保はサン・セバスティアンで世界にその地位を確立した。この日本人選手はレアル・ソシエダで傑出した存在で、これは元レアル・マドリード選手、シャビ・アロンソだ。彼は彼をレアル・マドリードに連れ戻したいと心から望んでいるが、復帰には一定の条件が必要だ。竹久保はレアル・ソシエダで素晴らしいシーズンのスタートを切っている。日本人はイマノル・ベーリフのコンビの中心人物の一人となり、10チームと対戦して5ゴールにアシストを記録した。これらのパフォーマンスは、元レアル選手がビジャレアル CF、ヘタフェ CF、RCD マジョルカで安定したプレー経験を積んだ後、その才能を発揮し始めていることを示している。現在、川崎出身の彼はソシエダと2027年まで合意しているが、彼の圧倒的なパフォーマンスはヨーロッパのいくつかのビッグクラブの注目を集める可能性がある。選手権と得点権の 50% を保有するレアル・マドリーも、久保を魅力的な組み合わせと見ている。レアルが久保に提示した契約額はわずか約3000万ユーロだった。しかし、それに加えて、レアル・マドリードの会長がムバペやジュード・ベリンガムと共にスター選手のリストに久保を確実に指名したことは最大のメリットの一つであり、大きな名誉であり誇りである。それはどの選手にとっても素晴らしい夢です。ジュードがボールをパスしてムバペにクロスを与え、さらにクロスを上げて久保にゴールをもたらしたと想像してみてください。しかし、近い将来、日本の選手たちは困難な状況に直面するかもしれない。なぜなら、彼はレアル・マドリードのフィールドの混雑した中央エリアでスポットを公平に争わなければならないからだ。さらに、久保は首都のサッカーチームに加入する際にもいくつかの障壁に直面した。日本人の成長とトップチームへの加入により、いくつかのクラブが彼を引き抜き、レアル・マドリードがそのリストに名を連ねている。レアル・ソシエダに売却した際、クラブは売却の可能性に対する追加金額に加えて、得点して買い戻すオプションを留保したと発表された。しかし、バスククラブ会長は最近、久保の将来に関するいかなる誤った情報も否定する声明を発表した。ジョキン・アペリベー氏はラディウス・マークスとのインタビューで、会長が日本人アタッカーの完全な権利を持っているクラブが、発表内容に反して将来の売却の追加価値は 50% しかないと断言した。彼らがレアル・マドリードのようなクラブの市場の可能性を常に恐れていることは認められるが、ここ数ヶ月で明らかになった条件ではそうではない。レアルの最高コミッショナーは、久保の退団の可能性について詳細をすべて説明した。レアルの方が優れており、レアルが国際レベルに到達すればするほど、ビッグプレイヤーが依然としてレアルに留まる可能性が高くなる。テイクはレアルで非常に満足しており、レアルもテイクに非常に満足しており、レアルでの彼の存在が長く続くことを望んでいる。そして、竹がそれを持っていない場合は、他の人を見つけようとします。レアルとスペインのサッカーのために、と話し始めました。同様に、アペリベーは、権利の 100% はレアルに帰属する。選手に売却した場合、マドリーは売却の付加価値の約 50% を得る。売却するか否かはレアルの意思である。そして、一人が売却すると保証した。新しい契約は、テイクが個人とコミュニティの目標を達成するかどうかにかかっています。オハラザテイクは、このように望んでおり、このように期待しているので、何年もクラブに残ります。しかし、メレンゲでプレーしたい選手を常に引きつけるクラブであるレアル・マドリードとの取引には常に、危険が伴うことを任命、
マドリードはビッグクラブであり、危険は常に存在する。なぜなら選手たちがプレーしたいクラブがあるからだ。私たちはビッグクラブのレアルに移籍するかどうか、そしてビッグプレイヤーたちがここに残りたいかどうかを確認するために来たのです。昨シーズンマジョルカからクラブに加入した久保は、ラレアルはサッカー選手としての自分を証明するのに役立ってくれた。良い時期ではなかったが、それが立ち直るのに役立った。列車は成功へ連れて行ってくれる、と語った。さらに、彼はイマノルとの仕事に感謝している。彼は私に多くのことを求めて、いつも私がもっと貢献し、もっと目立つように、トレーニングや試合でベストを尽くすことを望んでいる。彼はいつも私を責めますが、それは良いことです。なぜなら、コーチがあなたに何も言わないということは、彼があなたにそれ以上のことを期待していないことを意味するからです。イマノルは、すべての選手が週末に戦うために戦い、試合で目立つこと、それがコーチとチームにとって良いことであることを望んでいます。さらに、レアル・マドリードは、ルカ・モドリッチのポジションを引き継ぐのにふさわしい人材を見つけるのにも、苦労している。クロアチア人ミッドフィールダー・ハマダチームに残っているが、38歳という年齢もあり、徐々に公式のポジションを失いつつある。ルカ・モドリッチは、レアル・マドリードで、アンチェロッティ監督に叱責された際に声を上げたが、これまでのシーズンとは異なり、ベルナベウでは重要かつ不可欠な要素となっている。クロアチアのベテランは今シーズン、レアル・マドリードでのポジションを失った。これまで9試合出場で391分しかプレーしていない。クロアチア代表チームのリーダーは4試合に先発出場し、5試合に途中出場した。彼はまた、アンチェロッティ監督に2度もベンチに忘れ去られ、1分間もプレーすることを許されなかった。ルカ・モドリッチはレアル・マドリードのチームで不可欠な役割を果たしているにもかかわらず、進行中のキャンペーンでゴールに貢献していない。モドリッチ監督がアンチェロッティ監督とレアル・マドリードに対し、状況が変わらなければ2024年1月にベルナベウを退団したいと伝えたという情報がある。このミッドフィールダーもイタリア人戦略家に疑問を抱いたと言われており、サウジプロリーグへの出場を阻止するために、バルチャーズで重要な役割を果たし続けると約束したが、約束は守られなかった。クロアチア代表チームと集まった際に自分に起こった状況について問われた。ルカ・モドリッチは、これはレアル・マドリードでの私にとって間違いなく新しい状況だ。以前ほど、そして以前ほどプレーすることができないということだ、と語った。そして次のシェアを通じてアンチェロッティ首相にメッセージが送られた。ご存知のように、私はいつもプレーしたい。休みたくない、休暇も取りたくない、ただ遊びたいだけです。その時が最高の気分だからです。それが試合に向けての最善の準備方法でもあります。本当は外に座りたくないんです。体調は非常に良いので、必要に応じて3日ごと、試合に出場したいと思っています。気分が良くなければ話は別ですが、ここでは肉体的にも精神的にも良い気分です。競争したいです。ルカ・モドリッチも、このような強い発言をしながら、現在の現実を認めた、私の周りで起こっていることは全て正常なプロセスなので、私はそれをただ受け入れています。この状況に対して心の準備をし、受け入れて前に進まなければなりません。ルカは明らかに素晴らしい選手で、私も彼のことが大好きですが、それがサッカーです。他のプレイヤーと競争しなければなりません。久保がレアル・マドリーにとても近づいていると私が信じているもう一つの理由は、ジュード・ベリンガムが輝き続けていることだ。そして、久保がイングランドの若き才能と一緒にプレーできれば、理想的な補強となるだろう。1億300万ポンドの価値があるストライカー。ジュード・ベリンガムはレアル・マドリードでこれまで過去10試合で10ゴール3アシストを記録している。上記の功績により、ジュード・ベリンガムは2年連続でラリーガ月間最優秀選手のタイトルを獲得した。2つの賞を受賞した後、ベリンガムは過去の期間における自身のパフォーマンスの開花を助けてくれたのはレアル・マドリードのファンだったと語った。ファンとの関係はとても特別なものだ。レアルのファンの前でプレーできることを嬉しく思う。
ファンのチャントやチャントを聞くのが大好きで、それが私自身にエネルギーと力をもたらす。だから私は良い経験をすることができたんだ。これには感謝しているし、マドリッドの熱狂的なファンと一緒に素晴らしい瞬間を作り出せることを願っている、とベリンハムはメディアに語った。ベリンガムはまたサンティアゴベルナベウでのプレーがどれほど楽しかったかを繰り返し、次のように語った。ここでのプレーは想像以上に素晴らしいものでした。私はトレーニングや試合のあらゆる瞬間を楽しんでおり、それが続くことを願っています。レアル・マドリードはベリンガムへの投資の成果を享受しており、この契約がいかに価値があるかがわかる。